水曜日のダウンタウン面白エピソード30連発。コンプラ社会の現代において独自の路線を突き進み続ける水曜日のダウンタウン。今回はこの番組で起きた面白エピソードを30個紹介していきます。今でこそ大人気番組の水曜日のダウンタウン、しかし放送初回の視聴率はわずかに 7%。 週刊誌などからはダウンタウンは終わったという声すら上がる船出でした。しかし徐々にその過激な演出や悪意に満ちた表現などの現代社会と逆行した演出が徐々に人気に、女子高生などの間では〇〇かもしれないという意味で言葉の最後に節とつけるのがブームに。過激な演出が人気を集めている同番組ですが、場合によってはお叱りを受けることも。2015年1月28日に放送されたブックオフの福袋を買うやつどうかしてる説という説では、100円ショップの福袋を紹介したものの、なんとそれは承諾なく取り上げていたものだと判明。100円ショップ側からの抗議を受け、同年2月18日に番組側は謝罪しました。しかし事件の半年後となる2015年7月15日に放送された徳川慶喜を生で見たことがある人まだギリこの世にいる説が、なんとギャラクシー賞を受賞。水曜日のダウンタウンの知名度が急上昇する結果となりました。ここからは説に関する面白エピソード。2018年に放送されたお互い負けるよう指示された八百長対決、逆に目が離せなくなる説の第2弾。スポーツ番組の予選という体で行われたドッキリで、サッカー経験者として知られるジョイさんとキングコングの梶原さんの PK 対決を行います。しかし共にマネージャーからスケジュール NG を伝えられており、2人とも自然に負ける必要性がある状態。当初は利き足ではない方で蹴るなど、互いに自然に負けるための努力を続けていました。しかし後半戦は八百長がエスカレート。5回にわたって互いにゴールが決まらず、やけくそになった梶原さんはゴール前に座り込むという暴挙に出ました。しかしジョイさんは梶原さんのまさかの行動に対してもひるむことなくボールを枠外に。負ける必要のある梶原さんは苛立ちの表情を見せます。そして次の梶原さんがキッカー、ジョイさんがキーパーを務める場面において、ジョイさんはなんとゴールポストの外で待機。何も守るべきがない場所で両手を広げているというシュールな映像が流され、スタジオは大爆笑となりました。続いて芸能人相手にダントツに失礼だった説が、勝俣邦和ファンゼロ人説。おぎやはぎの矢作さんが持ってきた説でしたが、なぜか異常な熱量で勝俣さんにファンがいない理由を語った。この説は番組切手の名説としても知られています。しかしこの説を矢作さんが熱弁し終わった後、共演者からのこの説をきっかけにファンが増えるかもというコメントに対して喜んでいた勝俣さんでしたが、なぜかゲストだった石坂浩二さんがそういう人はファンじゃないと牽制。このシーンはネットでも話題となりました。2016年9月21日に総集編を放送した水曜日のダウンタウン。しかしこの総集編のタイトルはなんと水曜日のダウソタウソという別番組扱いでした。番組の内容はダウンタウンのモノマネ芸人であるダウソタウソを筆頭に、モノマネ芸人だけで番組を成立させるという異色のもの。メンバーとしては松田聖子さんのモノマネ芸人であるマネダ聖子さんや、宮川大輔さんのモノマネ芸人宮川大輔さんが出演していました。鋭すぎるツッコミでもはやネットミーム化しているのが、どんなにバレバレのダメドッキリでも芸人なら乗っかっちゃう説。この説は明らかに仕掛けが分かっているドッキリでも、芸人であればきっと最後までこれドッキリでしょとは言わないだろうというものでした。財布を盗んだ容疑で警察から逮捕される小峠さん、その経緯もさることながら、そのままパトカーで連れて行かれたのは裁判所。事情聴取や書類送検などの手続きをすっ飛ばしてのまさかの事態にも、小峠さんはドッキリでしょとは言わずに乗っかっていました。窃盗の容疑で裁判にかけられたバイキングの小峠さん、反省の色が見られないとして判決内容はまさかの死刑。死刑重すぎないっすかと小峠さんも思わずツッコミを入れていました。またこの裁判にはもう一つの名ツッコミがあります。
小峠さんの弁護人に当たる人物がいたのですが、まさかの死刑判決に対して意見を求められてもありませんの一点張り。弁護人の態度に対して小峠さんは、何しに来たんすかと鋭いツッコミを入れていました。番組の人気企画、早弁先生。先生が授業している中でいかに早弁をするかという企画であり、バレやすいご飯の方がポイントが高いという仕組み。この日はアニマル浜口さんが授業を行っていました。そんな企画の中、バイキング西村さんが持ってきたのはタラバガニ。それだけならまだしも、西村さんは明らかに浜口さんも見えかねない位置でタラバガニをセカンドバッグのように持ち上げて自身の座席に置いていました。この堂々っぷりは彼にしかできませんね。ゴミ屋敷の中から探し物をするという説に出演した三四郎の小宮さん。屋敷の住人とコミュニケーションを取りながら探し物を探していたのですが、小宮さんはなかなか見つからない探し物に苛立ち、とあるゴミ山に登りました。するとゴミ山に登った小宮さんに対してゴミ屋敷の住人が大激怒。そっちのゴミ山はダメだろと小宮さんを本気で殴りつけました。小宮さんが殴られるというまさかの事態にスタジオは全員ドン引き。しかしそんな中、ダウンタウンの浜田さんだけが爆笑していたそうです。平成のぶしこぶし吉村崇さんの評価が格段に上がったと言われる説が、中継先に現れたヤバめの素人のさばき方で芸人の力量丸分かり説。芸人がいる中継先にヤバめの素人を演じるエキストラを配置し、そのエキストラがカメラにフレームインしようとしたりするのを芸人はどうさばくかという内容でした。他の挑戦芸人がなんとかカメラの外にヤバめの素人を追い出そうと苦心。中にはフレームインしたことそのものを丸無視して中継を続ける芸人もいました。そんな中、吉村さんは突如としてフレームインする素人を笑いにしながらカメラの外へと追い出したり、武器を持ってきた素人に対しても笑顔で対応するなど見事なさばき方を見せていました。バイキング西村さんの最高っぷりが再び浮き彫りになったのが、頭脳と肉体を兼ね備えたコンビこそ最強説。別番組で IQ が高いとされた西村さんは頭脳の方で番組に出演しました。しかし西村さんは1問目の漢字書き取りクイズにて問題を伏せるために裏にして配られたフリップを表に返さず、闇雲に魚編の漢字を書けるだけ裏面に書き続けるという番組の想定外の行動を取りました。そして続いての現在の日本の中央官庁〇〇省を答えようというクイズでは、文化省、教育省、金融省などと65秒で一つも正解を出すことができませんでした。挙句の果てには福建省と答えてしまい、スタジオを爆笑の渦に包み込んだ西村さん。説はバイキングに頭脳派はいないで締められてしまいました。ある名言が生まれたのが2017年に放送された iPhone の着信音、隣の部屋で生演奏されたらついつい自分の携帯見ちゃう説。楽屋にいるお笑い芸人に対して、ついたての向こう側から iPhone にデフォルトで設定されている電話の着信音を木琴で生演奏し、携帯電話を取り出すかどうか検証するという内容でした。しかしこのドッキリを仕掛けられたオードリー春日さんは一切携帯を確認せず、その後スタッフが春日さんに確認すると、携帯着信音がまず違いますからね、私アンドロイドなんでとまさかの事実を伝えると、全員が全員 iPhone だと思うなよという名言を残しました。今回は水曜日のダウンタウン面白エピソード30連発を紹介しました。今後もお笑い芸人に関する動画を上げていきますので、高評価、コメントよろしくお願いします。